西日本とは日本を大きく分けるときに使用される語で日本の西半分を指す。大英義語は東日本。一般には近畿、中国、四国、九州の総称。広くは中部地方も含め、さらには近畿地方を除いた中国地方、四国地方、九州、沖縄地方を指す場合がある。また、九州内し南九州と、 南西諸島を南日本とする例がある。東国に対する西国、近畿地方に対する九州地方や、関東地方に対する近畿地方を指す場合もある。地質学の分野では、フォッサマグナの糸井川姫川、青木湖、松本盆地、塩尻、釜梨川、早川、藤川伊勢を西日本とする説もあれば、糸魚川静岡構造船伊性を西日本とする説も、ある。 各種文化面では、富山、岐阜、愛知三県伊勢の地を指す。方言学における、西日本方言では、北陸方言、近畿方言、四国方言、中国方言、雲白方言を指す場合、岐阜、愛知方言を西日本に含む場合、九州方言を西日本に含む場合などがある。気象庁では、日本列島を北日本、東日本、西日本及び奄美 沖縄に4区分しており、気象予報で西日本という場合、三重県を除く近畿、中国、四国、九州を指す。生物省も東西で分かれるものがあり、例えば赤ネズミの染色体のグループは、富山浜松線を境に東西に分かれる。読み方には西日本と西日本の二通りがある。ありがとうございます。